ありがたいですね。心の中が何とも言えないものがありますね。またボランティアということで、本当に多くの学生さん、教職員の方々見えられてですね、で、地域は本当に立ち上がれないぐらいですね、何もないような状況の中で、やっぱりこの若い、学生さんたちにも来ていただいて、それが、心の支えといいますか、そういうことで、今オクトパス君、農高校ですね、そういうことも、実現できたのかな、みんな明るい表情で言ってますけれども、当初は本当に大変な環境の中でですねおりましたので、やっぱりただ、どんなに苦しくてもですね、やっぱり一人じゃできないですけれども、やっぱり多くのそういう理解と、支援といいますか支えがあればですね、やっぱり何でもできるのかなと。それがおそらく、震災がなければこういう環境も、なかったと思いますが、やっぱりそういうマイナス面を、プラスに変えてですね、何もなかった時以上に、素晴らしいものをこう築いていけるという、やっぱり人間の素晴らしさだと思います。それも多くの方々の、ご理解があってございます。どうもありがとうございます。たくさんの気持ちを込めてのメッセージありがとうございました。この後はその様子を映像で振り返ります。会場で一緒にご覧いただければありがたいと存じます。どうもありがとうございます。阿部忠義さん、そして農工房の阿部博之さん、それから東北学院大学職員の遠藤義康さんにお話を頂戴しました。